またお会いしましたね。大丈夫、心配いりません。きっとうまくいく。昨年末に右すね骨折が判明し、練習で飛ぶ回数は制限がある。その分、頭で演技を思い切り描く時間を増やし、どこに力を入れて何を意識するかを突き詰めてきます。数少ない飛び込み練習では体を伸ばすポイントなどを整理。 編集が減って逆にイメージがつき苦手科目も,も安定したそれでは先に失礼します